皆様こんにちは、柴田陽子です。今日はですね、今2013年現時点で私がとっても気になっている男の人たちをトップ10形式でご紹介してみたいと思います。まずは10位、ドンドーン、羽生結弦選手。彼はスケート選手ですね、男子シングルフィギュアスケートの選手です。もうめきめきと力をつけていらっしゃって、すごい急成長、かっこいいです。注目をしています。ナンバー9、ドンドーン、ツーチェロズのお二人。こちらチェロの二人組のユニットなんですけれども、今日本ですごいかっこいい映像がテレビ CM で流れています。すごい気になって調べましたところですね、チェロの演奏ユニットでマイケル・ジャクソンのスムーズ・クリミナルという曲を演奏している映像がこう YouTube で話題になり、今ヒットしているということです。私はこちら黒い服の方、ステファン・ハウザーさんがとっても気になっています。ナンバー8、ドーン、サッカー日本代表、本田圭佑選手です。日本国内ではもう本田選手の人気がもう急上昇、すごい盛り上がりを見せております。マクドナルドの景品でもですね、こうやって本田選手のクリアファイルがプレゼントされるほどの大人気、もちろん私も集めております。本田選手超注目してます。ナンバー7、ドーンドーン、大スタージョン・トラボルタです。もちろんご存知でしょうか、サタデーナイトフィーバーの彼ですね。久しぶりに見たんですよ、サタデーナイトフィーバー。そしたらジョン・トラボルタの足が長いこと長いこと、スマートなことスマートなこと、超かっこいいと思って見直しました。色っぽいですね。ナンバー6、ドーンドーン、こちらインド映画の大スター、アーミル・カーンさんです。最近日本でもですね、インド映画、まあ、ボリウッドの映画、映画館で見れる機会が増えてきたんですけれども、私はこの間、スリーイディオツっていうインド映画を見てきましてですね、その主役がアーミル・カーンさん。楽しい映画だったんですよ、すごく。なんか青春映画で。で、インド映画ってすごい楽しい。ミュージカルのような歌もありダンスもありっていうシーンもいっぱいあって、すごいアクティブに動いてらっしゃったこのアーミル・カーンさんがですね、大学生の役を演じていたのにもう40歳を超えていたというのに衝撃を受けて、すごいすごい役者さんだなと感心いたしました。ナンバー5、ドン、大スターモーガン・フリーマンさんです。最近ちょっとモーガン・フリーマンが出てる映画をいくつか見ましてですね、ドライビング・ミス・デイジーとかアンフォーギブン、許されざる者とか見ましてですね、声がかっこいいなと思って、こう痺れるいい声をされてますよね。あとやっぱりこう頼りになるような、こう人生を悟ってらっしゃるような役柄が多いので、すごいかっこいいなと思って惹かれています。ナンバー4、ドン、レニングラード・カウボーイズ。レニングラード・カウボーイズはフィンランドのバンドですね、バンドマン。とんがり頭ととんがりブーツ、そしてこのサングラスといういでたちが特徴的なバンドですけれども、私が彼らを知りましたのはですね、アキ・カオリスマキ監督の映画でですね、見たんですね。すごいこうユーモアがあるいでたちで、すごい面白いと思ったんですよ。もちろんカオリスマキ作品も DVD 持ってますし、レニングラードカウボーイズの CD もこのようにバッチリです。私も機会があったらこんな頭にして街を歩きたいと思っております。ナンバー3、ドン、ジェイソン・ハンコックさんです。ジェイソン、ジェイソンは、
NHK の語学番組大人の基礎英語に出演されていましてですね、いつも明るくていい人なんですよ。ハッピーパーソン、コメントからにじみ出る優しい人柄が大好きです。いつもその英語のフレーズを教えてって言ったら I'm happy too っつって英語を教えてくれる。すごくジェイソンがいるから大人の基礎英語見るの楽しみだし、英語を勉強するのが楽しみになっています。ナンバー2、ドーン。西部劇の大スターリー・バンクリーフ、超かっこいいですね。もうこれですよ、ザ・西部劇。よくクリント・イーストウッド氏と一緒に映画出てらっしゃって、まあクリントさんをこう食うんじゃないかというぐらいの存在感で、夕日の岩盤という作品の彼が好きですね。夕日の岩盤 For a few dollars more、うん、超かっこいいんですよ。この狐目が鋭い眼光、顔がいいですね。かっこいい。そして私がただいま気になっている男性2013ナンバーワンは、ドラララララ、ダーン。千代の富士。千代の富士。不動の一位です。夏になると特に思い出すんですよ。やっぱり田舎に行くと、相撲中継をテレビで見てて、もう田舎の人はみんな千代の富士が好き。かっこいい、これ。もう、北ウルフ物語。北ウルフ、千代の富士物語。やっぱりね、強さの象徴、もう憧れのスターですね。2013年に乗っても変わることはございませんでした。皆様お楽しみいただけましたでしょうか。では皆様ごきげんよう。グッバイ。